それ今ね、すごい面白いことに気づいちゃったんですけど、はい、なんでしょう。今、チェーンサーバーラジオのツイキャスの画面を見てみると、はい。ちょうどサスゴくんのそうですね。顔のところに、に、ガッてこツイキャスの 画像が入ってるから、ちょっとね、画像を貼るべきかどうか迷ってるんですよ。いや、もう、これでいきましょう。ちょっとさすがくんの画像貼りたいなって思って。ありがとうございます。もうチェーンサーバーね、知ってはる方、大体僕の顔分かってると思うんで、大丈夫と思うんですけど。まあ、はい。ね、タイトルだけちゃんと分かればいいかなということで。なるほすごい、なんやかんやで、計10人の方がもう見てらっしゃる。やべえ。ど。おお、ありがとうございます。いらっしゃいませ、純平よろ様。しくお願いします。じゃあ、改めよろましくお願いして、まじゃあ、す。チェーンサーバージョン、ぼちぼち、本格的に始めていきましょうか。録音できてる今今。できてます。よかったよかった。じゃあ、まずは恒例のタイトルコールからいきましょう。はい。さすごと、さとみのチェーンサーバーチェーンサジバラジオ。 はい。そう。これね、練習したんですけど、やっぱり、お互い顔が見えない中でやろうとしたらこうなるというね。はい、というわけで、改めしょうがないっす。よろしくお願いはい、よろししくお願いします。ます。こんばんはです。さすごです。ありがとうございます。写真が今、皆さんに見えていらっしゃいますでしょうか。僕の顔そうそう、が。ちょっと今、直近で出せる画像がこれしかなかったんですけど。カッカとデートするやつですね。一応ね、このはい。録画の方なんですけど、実は画面丸ごと、今、録画してる状おお。態なので、写真も全部そうなんだ。で、あ、じゃあこのやりとりも、このやりとりもちゃんと生きるわけですね。コメントもずっと流れ持って録音してる、録画っていうかしてるんで。おお、面白い面白い。というわけで、チェンサバラジオ3、公開生収録開始いたしました。よろしくお願いします。イエーイ、どんどんどんパフパフパフ。まあ、こんな感じでチェンサバラジオの方、大体30分から1時間ぐらいの収録を予定しております。まあ、皆さん、いい感じにコメントを投稿いただけたら、盛り上がると思うんで、よろしくお願いします。ぜひぜひ皆さんよろしくお願いしおま願いします。す。はい、というわけで、今回チェーンサーバーラジオなんですが、公開生収録で、私、骸骨サバゲーマー、サスゴと、マトサバより、サトミさんがいらっしゃいまして、コラボラジオとなっております。サトミさん、どうやでらすせてか？もらってます。ありがとうございます。日本の世紀末戦士やらせてもらってます、サトミと申します。以後、面白い今よろしくお願いします。日。よろしくお願いします。はい、というわけで、チェーンサーバラジオなんですけど、まあ、こんな感じで、2017年10月14日に開催します、チェンジサバイバルゲームの内容をお届けしようと思ってるんですけど、他にも、まあ、大体グダグダ雑談内容が思うを占めるんですけど、まあ、皆さん、いい感じに付き合っていただけたら幸いでございます。はい、というわけで、よろしくお願いします。一応、まあ、今回話す内容としましては、まあ、チェーンサバについての内容と、で、マッドサバについての内容。そして、まあ、3番目に質問&コメントの返信コーナーということで、やっていこうと思っております。行きましょう。まずは第1番のチェーンサバについてということで、よろしくお願いします。まあ、チェーンサはい。バについてと言いますか、大体もうチェーンサバラジオ見ていただいている方はもう分かってると思うんですけども、結構1と2、チェーンサバラジオの1と2の方でだいぶ僕的には喋る内容を喋りきったところがちょっとありまして、おろろろろろろ。大体皆さんに伝えたいことを伝えたかなとか思いながらも、あららちょっとチェーンサバについての思いを語らせていただきたいなと思っております。まあね、マットサバに参加してて、チェーンサバについて初めて触れるっていう人もそういるかもしれないんで、はい。そこはもう一回おさらい的な感じになるかもしれないんですけど、はい、というわけで、おまあ願いチェーンしサまバにす。ついてなんですけど、まあチェンジサバイバルゲームを、まあ、10月14日、2017年の10月14日土曜日の和歌山バトルランドで開催しようと思っております。で、まあ関西でなかなかイベントっていうのが、僕的にはこうみんなで参加できるようなイベントっていうのは結構少ないイメージがございまして、で、その日本、関西の、サバイバルゲームとかの感覚でいうと、まあ、SVG という、ファーストさんが企画されているイベントだったりとか、他にも、ナム戦とか、チョイナムの、イベントだったり、で、ヒストリカルサバゲーだったりとか、カンコレサバゲーとか、いろいろイベントはあるっちゃあるんですけど、結構その種類がだいぶ絞られてて、複合的なイベントっていうのが、
その関西で話されないのかなっていうのがもう毎回言うてるんですけど、もう本当にそういう印象がちょっと僕の中にできてしまって、でいざ関東を見てみると、あのまあマッドサバだったりとかアーマン祭りだったりとかあるんですけど、まあここら辺はね SF アーマーだったりマッド戦士だったりを集めてやるゲームとは言ってはいるんですけど、結構いろんな方が参加してありますよね。うん、確かに確かに、いろんな人があって、で他にも、まあ、いいと思います。インサニティサバゲーだったりとかで、あの、うん、探しようだったりとか、で他にも、うん、あの何せ、まあ、東京とか関東の方にも、まあ、人口的な問題も多分あると思うんですけど、あの、うん、アームズマガジンの企画するサバゲーだったりとか、ユニオンさんが企画するサバゲーだったりとかっていうイベントが結構あるようなイメージがあって、それと比べて関西だって他地域だってあんまりないのかなって思った時に、一回ここら辺でイベントやりたいなっていうのがちょっと思いとしてありました。ここに来てついにさすごくんがね主催でやるわけですね。恐れ多くも果たしてできるのかって未だにまだビクビクしてるんですけど、実はいやーって絶対成功しますよ。成功しますか、さすごくんだったら、うん、いやもう本当に、あでもありがたいことに、最近ちょっとそのチェーンサバに対してその参加者の、ね、参加する方々といろいろと、まあ、飲みに行ったりだとか、うん、ちょっとたまたま会ってお話ししたりってするんですけど、いろんな方からいやもうぜひともやりましょうやりましょうっていう方がいらっしゃって、で佐藤さん、うん、こんな装備するんですけどどうですかって直接言いに来る方もいらっしゃるんですよ。あ嬉しいですね、そういうの。そうなんですよ。で他にはあの、うん、スポンジブレードとかって自作 OK なんですよねって話。あそうです、基本的には、まあ、マッドサバに準拠した形になるんですけど、まあ柔らかい武器であったら大体 OK にしてますんで、うん、みたいなこと言ったら、ああじゃあとんでもない武器作りますねとか言って、まあまあ冗談交じりもありながらもそういうあの結構好意的に受け止めてくださってる方が結構いらっしゃって、本当にちょっとありがたい話で。いいですね、そうやってあの新しい楽しみ方というか、そういうものがみんな受け取って、あ、うんうん、そういうものを膨らませていただけるっていうのはすごく嬉しいことですよね。ですよね。あの、まあ、僕自身チェンジサバイバルゲームの、まあ、看板というかをやりますよって背負ってやってるつもりはもちろんあるっちゃあるんですけど、結局その皆さんに参加していただくそういう複合的なサバゲーイベントにしたいんで、みんなで作っていきたいなっていうのはちょっとあるんですよ。うん、うんうんうん、なのでそういう動きをさあのしてくださる方がいらっしゃって、本当にちょっとありがたい話がちょっとありますね。うん、あすごい、あのテスカさんが知らん間にコインを 1,2,3,4 つ入れてくださってます。ありがとうございます。4つもすごいねすごい、僕ごめんなさい、あのツイキャス初めてなんで、あのコインってそんな入れれるんですか今びっくりした。いや僕もびっくりした30分延長まであと1コインだから、あと誰か一人入れれば、入れればもう30分延長できるってことなんで、僕入れちゃおうかな。あ、そういうのもできるんですね。もうそういうとこからスタートしてるんですけど、できるできる。あの結構あのツイキャス、多分テスカさんは何回か僕の顔見てはると思うんですけど、あの実はツイキャスの人のツイキャスに顔出すのは結構やってるんですけど、自分でやるの初めてなんですね、今回あ、ね、あの全然システムがわからないっていういやありがとうございます、あとみさんもコンティニコニコ、とりあえず、あの目標の1時間放送はできそうですねあ、ワニ川さんいらっしゃったんですね、ありがとうございます。すごいすごい、これオーバーしたコイン6個なったどうなんだろう、2時間いく、あの、まあ、あの後半の質問、あのコメント返信コーナー、ひたすら皆さんのコメント拾ってあの振り倒すっていう、そうそう、ちょっと企んでるんで、あのいいと思います、ね、あのどこまで内容載せれるかにもよるんですけどあの面白いコメントがある、ある、まあ、あったりとかしたらそこにコメント入れたりとかして、あのラジオ本編ではあのなんかガッツリ載せて、で何言ってか分からへんなとかしょうもないところがあったらもうカットカットの編集をしまくるんですけどあ、ヨーカーさんありがとうございます、どん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 声が入ってきて、えらいことで、えらいことでやばいですね、まあ、そんな感じで、まあ、チェンサワの思いをちょっとさっきまで語らせていただきました。話題にも出てきました、はい、マッドサバについての話をちょっとそろそろ触れていこうかなと思ってます。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。まあその、まあ、簡単にマッドサバってこういうことやってますっていう話と、まあ、それに対して僕もちょっと 思っているというか、あの実はチェーンサバのきっかけとしてマッドサバがちょっと関わってくるので、まあ、それもどっちどっち話していきたいなと思います。じゃあまずはマッドサバについてちょっと里見さんからこういう感じでしょ、はい、みたいなお願いします。そうですね、マッドサバは、次で7回目になるんですけども、はい、世紀末の世界観を
みんなで楽しもうっていうテーマで、やっている、はい、世界観を体験するイベントですね。ロールプレイングゲームなんですよ。で、一応サバイバルゲームっていう言葉を使ってるんですけども、はい、まあ単純に打ち合いだけではなくて、世紀末の世界観で、なので銃だけではなくて、まあ格闘武器で切り合ったりとか殴り合ったりとか、まあその世界観では戦争だけではなくて、まあ人の営みがあるわけなので、まあ、物の売り買いがあったりとか、まあ犯罪があったりとかしてそれを取り締まったりとか、そういう交流をみんなで楽しもうっていう趣旨の会になりますね。まあ、そういうロールプレイング的要素を含めたゲームということですね。はい、そうそう、ね、まあ、意識してるのはそのテレビゲームの中の世界観をリアルでやってしまおうっていう意識のもとに作っております。いいですね。早速宮子さんから楽しそうというコメントが。ありがとうございます。いやでも本当にそのマッドサバ、僕初めて探したのがマッドサバ5で、関西にマッドサバが遊びに来たっていう時に初めて探した。実はその結構前から僕マッドサバに興味はあったんですよ。ありがとうございます。はい、ちょうど僕がサバゲーを始めたのが去年、おととしの9月頃かなんかに始めて、でまあツイッターを始めたのが去年の2月頃なんですけど、その始めたぐらいになんかマッドサバっていうワードを見て、でそのなんとなくさとみさんをその時フォローしたんです。おお、そうだったんですね。はい、っていうのがあって、なんかそのまあさとみさんがやられて、まあ主に主軸というかやられてはるとこがあって、まあいろいろ画像回ったりとかして、あ、なんかすごい界隈があるなって、それだったら僕の骸骨でもちょっと参加できそうやなっていうのがちょっとあったりとかして、なんとなく興味は持ってたりとかはしてたんですよ。まあその中で実はさとみさんのことを結構昔から見てたりとかして、でいざ参加しようかなって思った時に軍装が NG みたいなワードを見てしまって、ああそうか、じゃあ僕の格好じゃできないなとか、ちょうどその軍装もそうなんですけど、その頃ぐらいに閣下の服装でそうサバゲーし始めて、あ、この格好やったらいろんなこと面白いことできそうやなって思ってて悩んでたことがありの、でなんやかんやでその、まあ、前回のチェーンサバラジオの2期でもちょっと話触れたんですけど、まあ、なんやかんやでアーマー祭りに、初めて第1回のアーマー祭りに参加することになって、で、ね、その時にアーマー祭り以前のその開催地に向かう途中で里見さんに出会うっていう。そうなんだよな、あそこはちょっと嬉しかったですね。 お互い中身の状態で容姿の向かいの姿で出会って、もしかしてそう里見さんですかみたいなこと言って、ね、その共通の悩みというかギャップというか、はい、まあ佐藤さんはちょっと中身があるか分かんないんですけど、ね、僕中身なんていないですからね。ないですね。まあ、僕は、はい、中身がよく可愛いギャップがある、意外と可愛いねって言われることがあるんで、はい、なんか先ほどもさとみさんもっと怖い声を想像してましたって宮子さんがコメントがずっと表示されてるんですけど、ね、ね、なんか意外と皆さんさとみさんはもっと怖い人だって、モヒカンされてますからね。もういやほんまに外見も中身もキャッハなんやっていう方が、あ、ワニガワさんもカワブイって言ったよね。ありがとう。これもうだって小さい時からね、可愛い、かっこいいと言われたことはないですね。もうこれはに関してはもうちょっとね、あの僕はよう触れないんで。まあそんな感じで、サドミさんに、はい、その時に会って、でまあ改めて閣下の服装になってゲームして、マッドサバ気になるんですけどこんな格好で参加できますかって言って、お、参加したらいいじゃんみたいな感じで言われたんで、いいよいいよっていうのがあって、ね、なんかさすワニガさんがさすがさんがかわいいって感じ、さすがさんかわいいんですかね、僕ちょっとは、ね、僕はわからないんですけど。僕はちょっと良いコメント出せないんですけど。はい、まあ置いといて、まあ、そんな感じでアーマー祭りでさとみさんとで会いまして、で、まあ、こんな装備でも大丈夫ですかって聞いた時に、あ、じゃあぜひと思って、あ、こういうむしろ軍装というか、まあオリジナル、一応これも僕の服装オリジナルでやらせてもらって、でその服装で参加できますかって聞いた時に、あ、じゃあこれやったらいいよみたいに言っていただくで、なんやかんや、まあ、時を経てマッドサバ5で閣下で参加したということでやっております。本当にありがたいことです。
今ちょうど話題をいろいろやって、あのマットサバについての話題を今触れてるところです。これは延長ボタンはどこ押せばいいんだ？実はね、僕延長したことがないんで、ちょっとよく分かってないんですけど、ね、これあれなんですよ、自動延長になるのかな。自動延長だったような気がするな。実はね、笹子さんと里見さんもあんまりツイキャス慣れてないと、ここに関してはツイキャス今日初めてなんで、ね、さっきから実は段取りバタバタしながらやってるんですけど、これ自動延長だからもうこんなほっといてたらいいかな、米あの皆さんが声いただいたんで自動だったような気が。じゃ あ,、まあ、あのドキドキしながらこのまま残り、そうですね、ドキドキしながら喋ってきます。まずそんな感じでマットサバーについてちょっとドギマギしてたところがあったりとかして、あの服装的問題でドギマギしてて、あの、いざあのなんやかんやで里見さんに、まあ、この装備でいいから探してみなよって言ってマットサバー5関西に攻めた来た時に、あ、じゃあ骸骨閣下で参加 したという話ですね。なんか今もだいぶグダグダに喋ってますけど申し訳ないです。はい、大丈夫だよ。そうなんですよ、はい、あのもう鳴るように、あの自動で一旦切れたら皆さんちょっとお待ちいただいて、あのポチポチ延長ボタンを押す。その時はその時だ、その時はその時で、こんな感じでグダグダやっておりますチェンサバラジオでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで、あの改めましてマットサバについての話なんですけど、まあそんな感じで、あの意外とだからマットサバって装備の規定、一応まあ規定として大きく主軸はありますけどね、あのいろんな方も参加されてて、あ、すごい、そういった意味では本当に複合的で、かつあの今までのサバゲーとは全く違うそのサバゲーやったなっていう印象が僕の中であったんですよ。まあ一つちょっと付け加えると、まあ、はい、一応ドレスコードは一応あるんですよね、はい、その世紀末をテーマにしたあの回なので、まあ、自分が世紀末で生きるんだったらそういう格好だろうなってみんな、みんな考えていただいて、でまあ一応、まあ、スタイルガイドとかもあるんで、はい、ちょっと考えにくいなって人には参考にしてもらいながら、うん、あの参加してもらえればと思ってます、うん、まあ、なんで世紀末の世界観なんで、はい、まあ軍隊もあるだろうし、うん、機能してるところあるだろうし、はい、で蛮族なら蛮族のイメージ来る人もいるだろうし、はい、でまあ生存者、あの本当翻弄してるような感じの人だったらボロボロの服でコートとか、うん、銃持ってたりとかするっていう設定の人もいてやりたいとかして、結構幅広く、時代が世紀末だっていうだけでもう文明、かつての文明ってもの全部内包してるので、もうやると思えば全然 何でも落とし込めちゃうところはあったりとかしてて、そうですね、まあそこをちょっと補足したかったです。ありがとうございます。まあ、だもんで僕もその閣下として存在する以上は、あのどう言ったらいいんですかね、あのまあ一応骸骨というか、僕の中では結構不死身設定がありまして、でその、まあ、里見さんら含めてあの世紀末勢がいらっしゃるじゃないですか。で世紀末ってその、まあ、何かしらの原因で一回文明が滅んだ世界っていう感じじゃないですか、言うたら。そうなんですよ、ね、でそのじゃあ世紀末勢はその世紀末の世界に狙ってから存在し始めたっていうのが僕の中はちょっとそういう雰囲気なのかなって思ってて、はい、じゃあ閣下はどういう立ち位置なんだろうって思った時に、やっぱりその不死身設定というか、閣下の一応10万飛んで25歳なんで10万ぐらいは生きてるんですよ。お、はい、10万ぐらいは生きてくり、あの死んでを繰り返した不死身なんで、でそういう過程の中できっとあの、まあ、どこらしゃかの世界線というかで、あのまあ核戦争が起こったりとか、まあ、大規模戦争が起こって地球が崩壊してしまったっていう多分きっかけの中の一人だと僕は思ってるんですよね。おお、はい、という感じで、まあ、あの、まあ、平たく言うなら自分の中の世界をどんだけあのマッドサバに合わせれるかというか、もうぶつけれるかっていうのがちょっと多分プレイ、うん、マッドサバを参加するプレイヤーとしての面白みがあると僕は思うんですよね。ああ、もうそこまで教科書みたいに言ってくれるとすごくありがたいですねいやもう本当にね、マットサバ参加して、マットサバ5なんですけど初めて参加した時にこんなに面白いサバゲーはないと思いましたね。マジっすか。マジですよ、もうこれあのっていうのも本当に、まあ、何がどうかって言った時に、あのまあもうお名前出すんですけど、あのシューティングバー5の店長、はい、少佐っていうか、はい、がすごく僕と仲がいいんですけど、あのうん、よく一緒にいる。そうです、もう大体なんか最近セットみたいな考え方されてるとこあるんですけど、その方とずっと喋ってて、その言うたらもうロールプレイングの世界じゃないですか。
で、うん、大人になってロールプレイングするのってやっぱりどんだけ自分がこうこの何十年生きてきて培ってきたあのいろんな作品の設定をリアルに再現するかっていうのが多分楽しみとしてあると思うんです、うん、で少佐と喋っててあのねマッドサバなんでどういう世界線で生きていくか、マッドマックスなのか北斗の拳なのかそれとも他の作品なのかっていう感じでいろいろ考えて、じゃあ俺はこれでいくと、じゃあ僕は書くかなって言ってやってて、じゃあ当日どんだけマッドサバで自分の世界観ぶつけれるかっていうのを実は勝負してるっていうのがあったんですけど、あのであのサンダードーム戦とかもそうなんですけど、あそこら辺のあのね、あの皆さん見られてない方はあのサンダードームでカッカー VS 少佐の動画があの、うん、ツイッターなり YouTube でちょくちょく上がってはいるんですけど、いやーマッドサバ5のサンダードーム、はい、カッカと少佐のバトルはすごく盛り上がりましたね。ありがとうございます。あの生で見ててもすごくおやれやれって気持ちになってて、あの運営でったということも忘れてしまいましたありがとうございます。あのもう、はい、ねえ、なんやかんや皆さんあの本当に、ね、マッドサバー面白いのがみんなちゃんと空気読むっていうのがちょっとあって、あのお前の娘家族が殺された相手だぞとかってみんな声を入れてくれたりとか、お前の仇はここにいるぞとか言ってこういう話が出るというね。そうそう、あの関西に行ってすごく良かったなって思ったのは、はい、あの関西の人って初めて参加する方が多かったにもかかわらず、はい、関西人のノリの良さですね、あれにすごく救われたなーってのすごく思ってて、はい、あの普通に関西に遊びに行きたいって思いましたからね。ありがとうございますそうなんですよ、まあそんな感じでもうねノリに乗ってあのマッドサバ5を終えまして、で、まあ、結果としてはあの関西勢が負けたといいますか、あの、まあ、実際に最後関西 VS 関東みたいなゲームをして、あの関西組で僕がいてて頑張ってたんですけど、まあ見事にあの鉄さん含めて数名に裏を取られ、あの両バサミになって全滅したというのがちょっとあったりして、まあそんなこともあってじゃあ関西的にはまあとりあえずはまあ頑張ったけど関東に攻めてきた蛮族に負けてしまった、じゃあカッカーはどうしたんだって時に、まあカッカーもねあの関西勢としてやられてしまったんで、まあただじゃ済まなかったということで阪神機械化して、で少佐とあの敵対してたやつと手を組んで関東に攻め込むというのがマッドサバ6というのが実は設定としてありまして、いやあれはすごくいい流れでしたねまあそんな裏話があるんですけど、でその、まあ、マッドサバ6ももう、ね、せっかくやから遠征しようかって少佐と企んで、少佐と僕で車に乗ってあのわざわざ 夜中から飛ばしてオペレーションフリーダムまであのツアーを知るっていうのがあっ、マッドっすね。あ、マッドでしたね。あれは本当にマッドでしたねでこんだけ面白いサバゲーはないなっていうのもあって、じゃあぜひともこのマッドサバというかこの雰囲気を、うん、取り入れたいなっていうのが実はちょっとチェンサバであるんですよね。うん、はい、あだもんであの里見さんやらあのいろんな方に 頭を下げたというかあのお願いをして、あの実はチェーンサバでもマッドサバルールを適用したあの近接戦をやりたいなというのがあります。ぜひぜひあの皆さん楽しみにしてください。やっぱりあのどうしてもどうなるか僕も楽しみにしてますあのやっぱり関西の文化、まあ、というか最近のサバゲーム特にそうなんですけど、あのライフアタックが特に禁止されてるところが多いので、まあ、それも当たってないなとか、でいざとの時に、うん、あの素手でガッてやったりとかして、あのね、もう喧嘩ごとになりやすいっていう、いろんな点があって、あんまりあのライフアタックは流行ってない風潮はあるんですけど、まあまあでも、そんな感じで、あんまりやってない分、あのきっと、ちゃんとそのマッドサファーみたいにあの管理といいますか、本当優しい武器といいますか、あのスポンジブレードないしはあのそういうに準じた系統の武器であれば多分きっと面白いものになると思うん で一応そこのルールとかも、あの僕と唐沢さんとモロキーさんの3人であの参加したバッドサバに参加したメンツで、あこれやったら大丈夫だね、あこれやったらちょっとさすがに危ないからこうこうこれだけは禁止ねっていう感じであのやらせてもらうわけです。なのであのそういう感じでチェーンサバでもぜひ近接戦をやってってみようというのが今回の企画でございます。はい、まあ、その今後ですね、
まあ、サバゲーいろんな貸し切りされる方がいると思うんですけども、あの僕が気にしてるのはやっぱりその格闘武器を使うっていう点において、あの格闘武器使いたいっていう貸し切りとか、まあ、そのショップさんのイベントとかでもそういう話がちょいちょい聞こえることがあるので、まあ、安全基準っていうのは結構僕も気にしてるところはあるんですよ。でマットサバの安全基準が正解っていうとも思ってないんですけども、ただその安全に関してはすごい共有したいところもあって、今回さすごくんとその話があった時に、まあ、どんどんやってくださいで、気づいたことがあったら、まあ、共有しましょうねっていう人もあって、あのやってほしいなっていうのがあったんで、まあ、そこはね、あのみんなのためと思ってあの共有していきたいなと思ってます。はい、なのでまあそんな感じで、あのサバ、県サバでも近接戦で、まあ、ある程度さ、ある程度というか、まあ、ほぼほぼあのマッドサバのルールに準じてやらせていただきます。でまあそこまでチェーンサバでマッドサバがどうなのか、じゃあマッドサバやればいいじゃんっていうわけではなくて、まあ、あの関西においてイベントをやる以上はある程度やっぱりその関西といいますか、まあ、僕が言い出したところもあるんで、じゃあ僕なりのイベントをやりたいということで、まあ、影響を受けたアーマー祭りで、そしてマッドサバ、まあ、他のサバショーだったりとかインサイディサバゲーの影響もいろいろあって、とりあえず関西で、あの今までに関西になかった文化のサバゲーをぶつけたいっていうのがちょっとあるんですよね。よっしゃーよっしゃぶつけてやりましょうぜ。その一部分にちょっと加えさせていただいてすごく嬉しいです。いやいや、もうおっしゃいますか、本当になもん でそのマッドサバのきっかけとして、あともう一つ、あの散々ね、あのテンサバラジオ聞いてる方いらっしゃったら嬉しいんですけど、あのマッド2でも言ったんですけど、マッドサバが本当にちょっと大きなきっかけなんですよね。本当にサバゲーをしよう、あの貸し切りサバゲーをしようと思ったきっかけとして、その関西勢で本当に何とも何回も言って申し訳ない、あの同じ内容が続いて申し訳ないんですけど、結構あのまあ装備というか、あの僕の格下装備だったりとかコスプレ系の装備っていう方がちょっと少ないのがあって、まあまあ勢だったりとかマッドサバ勢とかっていうのも本当に普通のゲームして全く出会わないこともあったりとかするんで、本当に僕だけがフィールドに格下として存在して、まあまあそれはそれであの、ね、目立つんで格下や格下やって言われて、まあニヤニヤしてはいるんですけどまあまあ、 あのそんなこともありながら、 あんまり同じ系統がおらへんなっていうのがちょっとあって、でまあそのいざマッドサバに参加した時に、参加者の半数ぐらいの、まあ、関西系の方々がみんなあのどっからそんな装備を持ってきたんやっていうぐらいに装備を作ってきたっていうのがあったんで、で話を聞けばそういうイベントをやるところがあんまりなかったりとか、こういう装備でやるイベントが少ないんでなかなかずっと持ってたんですけど出せなかったんで、今日倉庫から持ってきましたっていう方がいらっしゃるという方がいらっしゃったんで、まあ、もうこれならイベントを一回やるしかないなっていうのきっかけがありました。あのきっかけのきっかけって言われたのがすごく嬉しくてですねやっぱりその場所でやるのが大事だと思ってるんですよね。であのきっかけがあればそういうのやりたかったのにって人がすごくいっぱいいるんですけど、自分がそれを主催しようかと思うとまた別っていうのが大体の人だと思うんですよね。でさすごくに関してはすごくそれをリードできる力も人徳もあったと思うし、いやもうこれはでもちょっと後からついてきたところもあるんで、僕もわりかし見切り発車でずっとやってしまったんでビクビクしてまだやっていきますよちゃんと、うん、いやもうね、あの勇気は以上にはやらせていただきますのでちゃんといろいろ頑張ってますので、ナイトズ、ね、頑張ってください。ね、ぼちぼちちょっとコメントも返信しとかなあかんなって思いながら今見てますけどね、はい、本当にでも今ね、なんちゃってゴーストさんだったりとか、みやこさんだったりとか、ヨークワさんが、こんな装備作ってますとかいうコメントあったりとか、ワニガワさんも、ね、マッドサバは10なくても5ぐらいは戦えますって、もう本当その通り。で、北山には俺しか、あ、なんちゃってゴーストさん、そうなんですね。あ、そうなんですね。だから、なんやかんやで、そのツイッター界隈で、まあ僕のフォロワーさんもね、いろいろな方々いらっしゃいますけど、やっぱり普通のサバゲーマーの方が多いですし、なかなかまだまだね、うん、SF はまあしっかりマッドサバゲーマーというか、ね、オリジナル装備が多分少ないのかなっていう思うんですよね、うん、だからそういう方々にのためにもと言いますか、まあもしくはそういうイベントがあったからこんなきっかけで、ああ私こんな装備してしまおうとかっていう方もいらっしゃってもいいと思うんで、本当にじゃあなんか変えたい風潮があったりとか、うん、まあ、変えてやりたいっていう思いがあって、チェンジサバイバルゲームっていう名前を使ってるんです
けど、逆に言えば気持ちがよく表れてると思いますよ、はい、ありがとうございます。そうですね、今コースターさんからコメントですけど、だから覚えてもらって、本当に逆を言えば今オリジナル装備ガッてやれば目立つし覚えてもらえるっていう、ね、サバゲーマーからしたら全然目立っていいんかよみたいなところのツッコミがあるんですまあこれは僕も同じくらい、まあ目立って強かったら文句言わないでしょう。そういうことですよで別にサバゲーって何が強いかっていうのも己自身というか、自分基準のゲームでもあるんで、まあどね、あんまり良すぎたゾンビがうんぬんっていうけど、それでゲームできたらね、文句なしだと思ってるんで。ぬか兄さんいらっしゃい。いらっしゃいです、こんばんはです。いやもうね、正直サバゲー強く強くないっていうよりもその、同じ趣味の共有できる場っていうのがとても大事だと思うんで、ね、そういう意味ではサバゲーの醍醐味かなって僕もちょっと思ってるんで、だから別にだからチェーン様に関しても勝ち負けっていうのは僕の中でもあんまり正直なくて、みんなで、はい、なんか正義と悪に分かれて、俺は正義だお前が悪だみたいな感じでロールプレイをしてもらうためにいろいろまた企画してるんですけど、だもんで、ね、ね、正義が勝つときもあれば悪が勝つときもそれは話としてあるんで、うん、で、まあ、最終ゲームは果たしてどうなるのかっていうのはまたちょっと教えておくんですけど、まあ、そんな感じで皆さんにはちょっと演じてもらいたいなっていうのが、まあ、萎縮してしまう方もいらっしゃると思うんで、まあ、楽しめるようにこちらで場の雰囲気作っていこうかなとは思ってるんで、まあ、とりあえずは装備悩まれてる方もいるとは思うんですよ。まあ自分なりにどっちかというと正義かな、どっちかというと悪かなっていう思いを持ちながら、まずは参加申請をしていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。はい、というわけで話してましたらなんやかんやでもう40分が経過しました。予定では1時間収録やったんですけど、このままだったら多分1時間超えそうですねそうだねまあちょっとね、初めの方を見てない方のためにも説明する、割とツイキャスをするのが僕ちょっとサスゴの方がツイキャスするのがちょっと初めてでして、でちょっと準備にバタバタしててグダグダ喋ってたら結構時間過ぎてたっていうのがあるので申し訳ないです。はい、まあでも、はい、ツイキャス初めて2人でやったんですけど楽しいですね。楽しいですね。ね、打ち合わせではこうこうこう喋りましょうとか言ってましたけど、なんやかんやで、ね、ちょっと自分の思いに喋ると熱が入るとどうしてもあ、もうそこが一番いいとこじゃないですか、いやもうちょっと、ね、恥ずかしながら何喋ってんだろうとか思いながらちょっと、はい、というわけで皆さん、それで改めて言いますけど、このチェーンサーバレンジを公開生収録ということで、実はコメント欄をこれ今録画してるんですよ。で全部残るようになってるんでという感じですね。まあだからどうなんだって感じですけど、いやでもね、みんなウェイウェイ見てるとかそういうのでもいいですよ。そうですね、ウェイウェイ、だから今ヨーカーさんの何だとっていうのも全部載ってます、ね、載ってます載ってます全部載ってます。で今ちょっと多分途中途中編集してぶつ切りなのと思うんでまあもうちょっとね、あれ噴水いきなり飛んだぞみたいなのあると思うんですよ。よく見たら俺のコメントねえなみたいな、でここぞとばかりみんな大好きよはい、というわけでだいぶ話が取れました。いや、ちょっと文字化けしてますねはい、ありがとうございます。というわけでグダグダ残しておりますチェーンサバラジオでございます。改めまして、じゃあね、チェーンサバラジオの3番目のコーナーに移りたいと思います。はい、チェーンサバの3番目、質問&コメント返信コーナーということで、まあ、まずはちょっと質問に対して、実はチェーンサバの方に質問が寄せられていたので、こちらの方でちょっとこれから議論していきたいなと思っています。まずはちょっとコメントをいただいた、こちらの方の名前からご紹介いただきます、こちら洋館さんからご質問いただきました。ありがとうございます洋館さん、はい、ありがとうございます。というわけで洋館さんからの質問です。質問です。皆さんがそれぞれの装備をするようになったきっかけが知りたいです。ついでに夏場はどうやって暑さと汗とゴーグルの曇りをしのいでいるかも聞きたいです、という質問いただきました。よろしくお願いします。まあ、というわけで、はい、質問で、はい、まあ、まずは皆さんがそれぞれの装備をするようになったきっかけということで、まあ、里見さんと僕になるんですけど、まずはじゃあ里見さんからちょっときっかけを僕も聞きたいんで。あ、そうですか、分かりました。じゃあ装備の方からですね、じゃあ話したいと思います。自分はまあもともと上京する、まあ、田舎でサバゲーを細々とやってたんですけど、はい、当時フォールアウト3っていう、うん、
僕は XBOX でやってたゲームがあって、はい、それが、まあ、まさに世紀末の世界観で生きるっていう、うん、もうロールプレインゲームなんですよ、はい、でまあ当時サバゲーはやってたんですけど、もともと10代の時から、はい、なんか米軍とかその自衛隊とかみたいな結構王道のサバゲー軍曹っていうのをあんまやってなかったんですよ、うん、でちょっと外したドイツ連邦軍とか、はい、ちょっと変わった装備が好きで、はい、でまあ結構秋っぽかったりとかするんで、いろんな変わった装備をやってたんですね。ブジャヒリンやってみたりとか、うん、なんかちょっとよくわかんない魔法少女っぽい、はい、か帽子かぶってみたりとか、魔法少女っぽい帽子をかぶってみたりあの時何考えてるのか自分でもよくわかったなかったんですよ。それは初めて聞きましたね。まあそのうちツイッターに上がると思います。わかりました。で、その中でそのゲームに出会って、はい、これはって僕の中で衝撃的だったんですよ、はい。でそのゲームの中に出てくる、まあ、レイダーっていう、うん、まあ、人を襲ったりとか拉致したりとか、うん、人食ったりとかする 連中がいるんですけど、その装備がすごく自分の中で衝撃的で、でホッケーマスク買ってきたりとか肩パッド自分で作ってみたりとか、もう本当に全然クオリティは低いんですけど、そっからも始まってもう21歳とか20歳ぐらいの時なんですけど、うん、それがきっかけで世紀末装備っていうのをやってみて、もうすでに8年ぐらいなんですけど、でそれですね、きっかけは。そうなんですね。本当にフォールアウト3に衝撃を受けたっていうところですね。もうこれはね、やっぱり今のゲームいろんなゲーム出てると思うんで、この装備やりたいとかこの装備に近づけたいっていう方がいらっしゃると思うんで、まあすごいその中でやっぱりタドミさんに響いたのがフォールアウト3やったっていうことで今の装備。そう、当時まあその世紀末装備を着てたりとかそのコスプレをしてサバゲをするっていう人が僕が見た中ではいなかったんで、うん、とにかく情報がなかったんですよね。そのサバゲー以前に世紀末装備をするっていう情報がなくて、まあその時は、まあ、まだマッドマックスのフューリーロードがよりもだいぶ前昔の話だったんで、もう海外のすごいマニアックなサイトに行って、あ、こんな世紀末装備あるんだっていうのをすごく画像を保存しまくって、で自分なりにそれを解釈して作ったりとかっていうのをずっとやってて、でまあその当時はもう本当にその当時からあったウェイスランドウィークエンドっていうアメリカの砂漠で行われている本当に1000人とか2000人規模の世紀末装備好きの人たちが集まる、砂漠とは全然関係ないイベントがあって、はい、まあそれに憧れてるっていうのがあって、まあ上京して何年かしてるうちに世紀末系の砂漠が誰かしらが開催してて、でその中で自分だったらこういうのやりたいなってことで始めたのがマッド砂漠なんですよね。でまあそこで使ってる装備のきっかけっていうのがやっぱりゲームだったっていう。なるほど、ありがとうございます。いやでもね、やっぱり元はフォールアウト3でございますけど、今でもだいぶなんやかんやさとみさんというブランドといいますか、なんかキャラクター性が出来上がってていやそれがここまで思い詰めるとこうなるんやなっていうのがちょっと今なんかこの感慨深いものがありますね。思い詰めましたね。だいぶ思い詰めました。8年間なんでこんな世紀末装備ばっか考えてたんだろうって分かんないですけど。いやでも本当に今の装備ね、めちゃめちゃ、この前初めておかっぱマンといいますかね、他の里見さんの顔を見ることをちょっと初めて見たんで、そう言ってきましたんですけど、あ、ね、だから今もうだいぶ僕里見さんの中でこれが里見さんみたいなちょっとはあったんで、あ、すげえとか思って。せっかくなんで僕の装備のきっかけなんですけど、もともとサバゲーをするとき一番最初にサバゲーしようと思って装備を買おうと思った時に、まあ、中古の丸いの AK47 をヤフオクで落としたんですよ、うん、でその次にヤフオクでたまたま見つけたのがこの骸骨マスクやったんですよ。ああそうだったんだ。はい、あ、なんか丸いってよく分からへんけど、酸性のゴーグルとか、あとは丸いのプロゴーグルって言ったらいいんですかね、ファン付きだったりとかして、結構普通にサバゲされる方って結構今それを僕が始める頃に使ってはる方って、最初の初心者セット、初心者セットっていうのがそれが多かったんで、なんか人と被るの嫌やなっていうのがあって、まずはドクロマスクを買って、なるほどなるほど、でもう本当に最初は装備、家にあるものあり集めて服装着て、でとりあえずアマゾンとかヤフオクで売ってる安い装備を買い集めて、まあ強いて言うならソ連軍っぽい装備かな、ソ連兵っぽい装備にしようっていうのがちょっとあって、最初はそれで活動してたんですけど、
それが5ヶ月ぐらい活動していった時に、遊び場さん、遊び場大阪日本橋で遊んだ時に、うん、たまたま、はい、あの大統領選みたいなのをやったんですよ。でその時に、あの赤と青とのチームで赤の軍棒、青の軍棒があったんですよ。でたまたま僕がその、あ、骸骨さん、あのせっかくだから軍棒かぶってくださいよって言って、僕がその大統領選で赤の軍棒をかぶったんですよね。でそれで遊び場さんでそのとあるゲームをした時に、あの、まあ、なんやかんやでその大統領が最後フラッグを取らなきゃいけないんですけど、僕がフラッグ取ったんですよ。でそれでまあまあ、あの取ってやったぜイエーイって言って、その時にあの骸骨で軍棒かぶったらめちゃめちゃ怖いですね、かっこいいですね、カッカカッカみたいな話があったんで、あ、なんかこれは面白い感覚だぞって思って、あ、じゃあ骸骨の装備で突き詰めるとなんかいろんなことできそうやなとか思って、まあいろんなことを得ながら作っていったのがカッカの装備という。なるほど、はい、だからカッカのきっかけ、カッカだったシーマスを出してるきっかけが遊び場さん でなんやかんやそのカッカの装備を完成させようとした時に、あの SVG ファーストファーストさんが企画するサバゲーイベント SVG で装備コンテストがあったんですよ。で、あ、なるほど、それに向けてじゃあ本格的にカッカ、まあ、その時はまだカッカとして活動してなかったんですけど、あの、うん、デビューさせようとして SVG の300人いる中のサバゲーでカッカ服で登場して、もう本当にプロトタイプですね、カッカの、あのマントも最初固定してなかったんでガッサガサに揺れて全然戦える装備じゃなかったんですけど、最初は。今はもうあのマントあれ実は固定できるように仕組んであるんですけど、まあそんな感じでやってたら、あのなんかいろんな方に声いただいて、でなんやかんやで、あのそんな面白い装備してたら天松行ってみたらみたいなお知り合いに言われて、天松に探して里見さんでやって、でなんやかんやで今ここにいるのが僕ですね、うん。はい、ちょっとあの長々と喋ってしまいました。すごいなって、そうやって完成してったんだなって初めて聞いたんで、うん、ありがとうございます。なんか改めて照れくさいですね、うん、いや確かにね、そのアーマー祭りに参加するにあたって、その僕は笹子くんの装備がすごく僕の中ではすごく好きで、で、はい、あのこの人どんな装備してんだろうなって、そのスクロール過去の画像をずっとスクロールしきって、はい、あのもうついには一番下まで行っちゃったって感じだったんですけど確かにソ連軍の装備をしてたんですよね、はい、あの時の写真がすごくかっこよくて、あ、こういう人と会えるんだって思ったんで、うん、まあ、でもね、まさかね、だから実は僕のカッカ服の系統としては、はい、そのソ連の服装を使用しつつ、まあ、たまたまあとは僕のいろんな影響でね、あの多分皆さんやったら分かると思うんですが、あのヘルシングのあの少佐という方がいて、でそれの影響もあり、あの、まあ、ドイツとで、せっかくなんで僕武器として刀が実は好きで、でなんか刀に似合う装備がしたいなっていうのは ずっと前から思ってたんですよ。で、はいはいはい、実はサバゲを始める前に一番最初に買った武器っていうのが僕モゾートを買ってるんですよね。おというわけで実は結構刀の方が好きだったりしてたんですけど、あ、そうですね、なので、じゃあ刀の似合う装備した時に、あの日本軍の、まあ、旧帝国陸軍の服装も踏襲しつつ、その3つのいいところを合わせたのが今のカッカーの装備ですね。いやだってもう刀好きなんだなっていうのはね、戦闘中のその 身振り手振り動き方所作、はい、見たらすごく伝わってくるんですよ。でサンダードームとか見てももうシュシュってね、もう華麗に舞うように刀を使うすごくかっこよくて、ね、おかげさまでマットサバ、マットサバ勢では、まあ、ほぼほぼ唯一刀を使うキャラみたいな立ち、あのみんなから、あの特にマットサバ5以降ですね、あのツイッターでもリアルでも、さすごさんって刀使いすごいっすね、じゃあ次僕と勝負しましょうっていう挑戦状をいっぱい受けるね、本当にあの時すごかったですね。いろんな方から本当にさすがさん強いんですね、ぜひ私とって言ってね、あのいろいろ経歴見てたら元剣道で何段持ってたりとかって、ちょっと待ってちょっと待って、怖いとかガチ勢来たぜやべえって、まあ、なんやかんやでマットサブ6もあのじゃあ友達、あの僕の中でマットサブ6の裏目標として、まあ友達100人切れるかなっていうのがちょっとあったんで、はい、じゃあマットサバで何人切れたら楽しいかなとか思いながら、何回で6連続あの戦うことで6連勝してたっていうのがちょっと、おお、すごいすごい、はい、
あのじゃ あ, あのまたチェンサバでもあの近接点あるんでぜひお手合わせしたい方はお待ちしております。ぜひぜひあの誰がサスゴを切れるんでしょうかって話ですね。そんなこともありながら、そう、まあ、ちょっとごめん装備きっかけがだいぶ話がずれてしまったんですけど、まあそんなこんなで、そういう経緯がございました。はい。というわけで、あ、続きまして、あ、質問のもう一つ、ついでにということで、夏場はどうやって暑さと汗とゴーグルの曇りをしのいでるか聞きたいですということで、これはでもサバゲーマー、普通にサバゲーマーとしてあの月の悩みですよね。僕正直に言いますと、はい、暑いものはしょうがないっていうのがあってあのどっち取るかですよ。着たい服を着るのか、その着たい服を暑さに寄せるのかっていうのがあって、はい、まあで僕は割ともう結構30も近くなってきてるっていうのはあるんですけど、はい、あの暑い時は結構、あ、もともとね、正規マス装備の半袖装備っていうのを作ってまして、はい、でそれでまあショルダーパッド以外って結構露出してたりそもそもするんで、はい、意外と通気性が良かったりとかするんですよね。なんで平気で夏場はあの今このチェンサバラジオの画面に映ってる長袖装備とは違って、はい、まあ、半袖のウェザリングした T シャツを着てやってるんですけど、うん、その時は暑さ対策としては半袖になるっていうのが僕の中の対策で、あとはまあちゃんと水分とって、うんうん、あのちゃんと涼める、休憩中は涼めるところで涼むっていうのができることをやるっていう感じですね。本当に夏場の対策で僕もそうなんですけど、あの水分と塩分ね、しっかりあの塩タブレットなり他アイテムで取って、うん、栄養を取って適度に休むことが本当に夏場の暑さ対策っていうのを僕ちょっと思いますね。確かに、だから僕もだから装備的にもあれマントを背負ってやってますけど、あのマントを、ね、背負ってると下 の, あの、ま、地面の熱まで全部マントに受けマントが受けるんで基本暑いんですよね、はい、僕も熱持ちそうだもんな。ただでも僕に関しては割とあれですね、もう暑さもあの結構僕の、ね、裏話じゃないですけど、もう僕結構畑仕事とか僕の実家の方が畑仕事とか農家やってるんで、まあ、割と暑さの中でも活動してたりとかするんで、そんなに実は僕もあんまり暑さは気にしてないっていうのはちょっとありますね。まあ、強いて言うのは実は各家の服装もあれあの夏になったら冬場はあれ長袖着てるんですけど中は半袖を着てたりとかしていろいろと対策はしてっちゃしてるんですけど、うん、はい、まあそんな感じですね。すごく暑さに関しては里見さんとあの私佐藤でもあんまりこうちゃんとした回答がいらっしゃる。これを参考にするのはあんまよくないです、ね、もう自分だからやってます。あの皆さん適度に無理のないようにお願いします。本当にいざという時は装備脱いでいただいてただ装備を脱ぎたくないんだ、俺はこの装備で絶対最後までサバゲするんだって方はもう適度に休憩と水分とで塩分とっていただいて倒れないように、うん、本当に気をつけて、本当に皆さん熱中症にやってるから気をつけてください。本当にこれから大変ですもんね、もう笑ってられないですもんね本当に、うん、まあ、というわけで、まあ、暑さ対策の話で次あの汗と汗とゴーグルの曇りをどうしのいでるかって話ですね。これちょっとそうですね、僕数アイテム持ってるんですけど、里見さんどうですか、曇りのアイテム止めのアイテムとかなんかあります？はい、かぶるゴーグルによるんですけど、あと、はい、かぶるゴーグルによるんですね、うん、でよ僕がよく使ってるスカルマスクの時は、はい、曇った時はもう曇っちゃいます。何が曇るかっていうと中に僕メガネかけてるんですよ。あーメガネだ。そうそうそう。ねえメガネ勢は。でまあそのとはいえ曇りたくないんで、あのスカルマスクの白塗りしてないところに実はドリルとかで通気口とかは切ったりとかするんですよ。もちろん BB 弾に対策してるんで、うん、そんなにでかい穴ではないんですけど、そんな工夫をしながら。風通しを良くしてて、実は結構夏でもちゃんと使える風通しがいいっていう状態で。そうやったんですね。そうですそうです、うん、まあメインで使ってるスカルマスクに対してはそうですね、
で、まあ、そのスカルマスク以前っていうのは丸いの、はい、あの半月のゴーグルをよく使ってたんですけど、はいはいはい、その時は全然あの気になってなかったです。あ、そうなんだ。とは、うん、その、はい、まあ、よくその満足世紀末装備以外にもやるんですよ、その本当に製造者みたいな格好してる時っていうのは、はい、多分軍用のダストゴーグルみたいなやつの、はい、丸メガネみたいになってるのがあるんですけど、それのレンズを酸性のレンズに変えてるやつがあって、あ、なんかね、結構いろんな方がそういうタイプのやってやられてましたね。確かにそれに関しては曇ります、はい、完全になんで夏場はつけないですね。夏場はむしろつけない、うん、そうなんで冬だけそれ、はい、本当に気温が低い時だけつけるって感じで、うん、なるほど。で、あのちょうどね、まあ、あの、うん、宮子さんのコメントもあるんですけど、実はこれ、はい、多分ね、関東と関西というか、まあ、関東それ以外の地域といったらいいんですかね、あとかいろんな地域で結構差があって、実は関西系のフィールドってメッシュマックス伸びて禁止なんですよ。うん、今ちょうどあのなんちゃってゴーストさんがあの基本メッシュですからねっていうコメントに、うん、メッシュ禁止のフィールド多くないですかって宮田さん言ってはったんですけど、これ結構ね、あのサバゲー文化って本当に地域によって違いまして、それこそライフアタック、うん、もう OK というか終日 OK っていうわけじゃないですけど、たまにイベントとして OK をしてるフィールドがあったりとかで、ゴーグルに関しても本当にシューティングラスだけでも OK みたいな、もしくはメッシュマスクでも OK けどメッシュマスクはむしろダメみたいなフィールドもあって、だから僕遠征して結構分かったのがフィールドによって本当文化が違うっていうのがちょっとあったんですよ。いやそうですね、まあまあ、ちょっと話されたんですけど、だもんで、あの、実は僕骸骨のあのマスク、あれメッシュマスクなんですけど、あれ実は中に僕シューティンググラスをつけてサバゲーしてるんですよね。はい、そうだった。前もちょっとデルタさんにお邪魔した時に、はい、ね、2人で参加してたんですけど、その時は確かにね、中にあシューティンググラスつけてるって思って、そうなんですそこすごく新鮮だったんですよ、はい、関西でメッシュマスクだけだったら絶対使えないんで、で一応だからフィールドにも僕こんな格好でやってるんですけど、実は中にちゃんとグラスつけてるんで、これで大丈夫ですかっていう許可を全部いちいち取ってるんですよ。で、まあ、だからといってね、あの装備指摘おじさんみたいな方にお前メッシュマスクでやってるやんけって一回も言われたことないんで、それはちょっと安心してはいいんですけど、実はだから一応ね、あの写真上げるときも結構昔は気にしてて、ちゃんと中にゴーグルいてますよとかいうコメント残して写真上げたりとかツイッターに上げてたりしてたっていうのもあったりとかして、まあ実は僕もゴーグルをシューティンググラスの中に入れてるんですよね、うん、はい、で今最近使ってるシューティンググラスが僕ボレーのシューティンググラスを使ってるんですよ、うん、Amazon で売ってて、アマゾンにもあるんですけど、アマゾンで多分赤のね、メガネフレームって言ったんですかね、あの後ろの耳かけるところのなんか安い、まあまあ手頃な値段のボレーのシューティンググラスか、あとこれはあの今ちょっとこれはって言っても分かんないですよね、あのショットショーで実は僕あの関西で最近というかあの年に2回、まあ、今年は長年3回やるという話ですけど、あのショットショーっていうイベントがあって、そこであのショップで買ったボレーのシューティンググラスで、これね、あの ほんまの陸自の方が使ってて、これねめっちゃいいよっていうあのおっちゃんの勧めで買ったシューティンググラス、これも3000円ぐらいで買ったんですけど、なんか本物っていうか、あの他で調べたら5000円ぐらいのシューティンググラスがあのボレーから出てるやつですねを僕は使ってます。なのでこれが結構曇りにくいんですよね、このボレーのシューティンググラスが。はい、あそもそも曇りにくいすごいやつを使ってるっていう、あのまあね、曇るとやっぱ致命傷なとこもあるんで、であの、ま、しかも僕もマスク骸骨マスクつけてグラスつけてるんで、他のシューティンググラスとかゴーグルやったら結構すぐ曇るんですよ。で、行き着いたのが今このボレーのシューティンググラスです。で、そこにたまになんですけど、あの一応曇り止めは塗ったりするんですよ、たまに。ほぼ本当にゲームに1回というか、その1日のゲームで1回塗ったらペッて言ったら、ああ大丈夫みたいなぐらいで、で、たまに使うのが、どうせあのせっかくなんで紹介するんですけど、ソフト99コーポレーションが出てるあのメガネの曇り止め濃密ジェル耐久タイプっていう、なんか青と白のチューブのやつですね。
これを僕はたまに使います。これをそれが一押しなんですか。まあでも正直ね、一押しかどうかって言った時に、あの職場で、はい、あのこれと全く同じのを使って、あの職場もなんかちょっとあのなんていうかヘルメットからガッてこうあの眼鏡を保護するあのシールドみたいなのが出るんですけど、それ眼鏡を保護する目を保護するシールドがちょっと出るあのヘルメットつけてて、そこにバーってなったんですけど、何でしょう、あの曇り止めっていうか、曇り止めで、うん、そうですね、あのなんていうか、あの水滴になるんですよね、あの熱気が。でポタポタ落ちて、あの確かに曇りは止めてるんですけど、あの水滴になって落ちるので結果見えにくいですね。だから使う水滴じゃないところは見えるけど、水滴になってそれが邪魔みたいな。なので、あのまあ気持ち程度の曇り止めやなっていう印象ですね。で、あのそれで、まあ、ちょうどその曇り止めの話で、あのたまたまそのそれこそ里見さんと、あの実はデルタ行ってたっていうのが7月11日ですね、デルタ行ってたんですけど、その時にあの萌神さんが貸してくれたんですよ、曇り止め。それがそうでした、そうでした、はい、あのセイデっていうブランドの、アンチフォグ強力曇り止めっていうのが あって、これバイク用の曇り止めになるんですかね、あの緑のパッケージのやつなんですけど、そうそうそう、今ヨーカーさんが緑のパッケージのやつからって言うんですけど、本当にそれですね。これは確かに強力でしたね。僕も使わせてもらったんですけど、なんかあのね、塗る、なんて言うんですかね、あのジェルとかじゃなくて、ウェットティッシュみたいに袋からビッてやって、ペッて1枚ずつ梱包されてるやつがあって、それをメガネに塗るだけなんですけど、これが割と効果は強かったですね。確かにね、あの日は、はい、あのいつもと違うゴーグルズ僕使ってたんですよね。そうですね、メッシュのやつが使えなかったんで、顔のというか、ね、で、だからなんか曇るかなと思ったんですけど、全然曇らなくて、すごくいい曇り止めだなって実感化できたんで、うん、よかった、いいものだと思いました。今ヨーカーさんが言われた時に、ちょっとあの、なんていうんですかね、ホグに、ホグって言ったらいいんですかね、あの曇り止めによって、あのたまに粒が残るタイプとかあったりって言って、あれもそうですね、若干粒が残ったというか、なんか粒粒粒、白い粒がバーって出たっていうのもあったんで、僕もさっと周りだけ拭いたんですけど、なんかね、フォグによってもあるんで、もうここばかりは好みとか対処法によるのかなと。うん、はい、というわけで、まあ、そんな商品、いろんな商品出てきましたけど、まあ、そこら辺が我々使ってて、ね、一番今安心してるというか、まあ、使っ大体使ってるのがそこら辺になりますね。はい。はい。というわけで、まあ、そういうことがあります。そういう感じで、ヨーカーさんからの質問を今お答えしましたところです。で、ここでちょっともうコメント返信コーナーに移りたいという前にちょっとだけ告知なんですけど、はい、実はあの知り合いといいますか、あの岐阜で活動されてはる方からあのご連絡をいただきまして、あのチェンソーバラジオにでもちょっとお名前出てきたんですけど、あのリュウさん、宇宙最弱のプレデターっていう肩書きといいますか、あのユウさんからご連絡いただきまして、実は今なんかその岐阜で活動されているサバゲーマーの方々に向けてバスツアーをちょっと考えてるっていう話を実は今日いただいたばっかりなんですけど、で、あのこれはだから有志によるあのバスツアーになるんで、ちょっとあのチェンサバとしてはこうどう絡もうかっていうのを今ちょっとまだちょっと正直まだどうしようかっていう感じであるんですけど、実はあのチェンサバに参加するにあたってユウさんからちょっとバスツアー、岐阜から出るバスツアーを考えてますと。で、いやーでもすごいですね。そうなんですよ、ちょっとまさかそんな声もいただけるとは思ってなかったんで、今日一番わーって衝撃になったんですけど、というわけで、あのちょっとご紹介するんですけど、まあ、そのバスツアーなんですけど、岐阜というか、まあ中部地方って言ったらいいですかね、東海地方、東海地方ですね、失礼しました、あの東海地方の方々向けのバスツアーとして今ちょっと企画されてるみたいで、JR 名古屋駅を出発地として、はい、和歌山バトルランドに直に向かうバスツアーになるんですかね、を今ちょっと考えてはるみたいです。で、こちらはあの、はい、最低人数10人ぐらい、まあ、上限は多分バス会社から多分これから連絡を取るはるみたいな話だったんで、まあ、ちょっとこれからになるんで、まだちょっと不確定な内容が多いんですけど、まあ、ちょっと有志で
東海地方の皆さんサバゲーマー向けに今ちょっとバスツアーを考えてるんで、もしよろしかったら参加されてる方でせっかくなんで、ね、バスツアーとかバスで乗った方が遠征する時にもお金の面でも移動の面でも荷物の面でも絶対楽だと思うんで、うん、もし東海地方で悩まれてる方いらっしゃったら、U 宇宙最弱のプレデターさんにちょっとご連絡いただけたら、採点人数20人からなんで、割と多分パッて集まればいけるレベルやと思うんで、いや本当この機会を逃さない方がいいかもしれないですね。なので、何とぞもし聞かれてる方いらっしゃったらよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、いやでも本当、まあ、チェンサワ自身もまたちょっと改めてっていう話になるんですけど、僕が主催でやってイベントやろうって言ってますけど、ちょっとみんなで作っていくイベントではあるので、本当にこういう手を貸していただける方いらっしゃる、本当助かりますね。というかちょっといや本当に素晴らしいと思います。本当にさすごさんがすごくいろんな人に慕われてるんだなと思います。いや私なんてまだまだですよ。もうでも本当にちょっとこれに関してはありがたかったですね。あーこんないいあーその発想なかったなみたいな。そのまさか有志でバスツアー行きますよっていうダイレクトメールが届くと思ってなかったんで、ダイレクトメッセージが来ると思ってなかったんで、すごいっすよ。まあだもんで本当にちょっと皆さん のお手伝い本当必要な状態というか、まだまだイベントをやるにしても、まあ、僕自身もまだまだ大社本当にただ1プレイヤーとしてまだ活動してるだけの人間というか骸骨なので、本当にちょっとまだまだお力いただきたいと思ってますので、もう皆さんにちょっとねまずはぜひとも参加していただいて盛り上げていただきたいというところはあるんですけども、よろしくお願いします。僕からもよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、というわけでこんな感じでちょっと鑑賞にしているからもうグダグダお送りしております。チェンサワラジオでございます。せっかくツイキャスをやってますのでコメントの返信をいろいろしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。ちょっと、ね、気になったコメントとかね、あればちょっとこちらからも掘り下げていくんで。総コメント134。いやーすごいすごいコメント数だ。29人が見てくださってるという、本当ありがとうございます。いやーもう本当ね、いろんな拾いたいコメントとかね、なんかめっちゃ面白いかもしれないってずっと見てるんですけどね。まあね、ちょっとコメント返信コーナーを行きたいと思うんですけど、あ、なんか今気づいたんですけど唐沢さんいてはったんですかね。そう、先ほど一瞬いらっしゃったんですよ。今もいるのかな、今も聞いてはるのかな。洋館さんが、あ、酔っ払いさんって返してる。唐沢さん最近僕と一緒につるんでるって言い方おかしいですね。大体仲良くしてる。つるんでる、はい、骸骨避難怖いとか言ってましたけど、ねえ、なんか避難怖いって避難の話やる。あのなりでっつって。でも今さら。何かコメント返信しようかな。あでもやっぱさすごさすごさんって言われてる。あもうそのやめてください。恥ずかしい。いや本当に皆さんに慕われてて、いやでもね、まあさすごくん自体がすごく優しいから、あみんな本当に好きなんだなとすごく分かってて、僕自身もさすごくんと最近話す機会がたくさんある中で、はい、すごく性格イケメンだなって思ってちょっとドキドキするところがあるんですけど、もう本当に僕なんて言ったんですかね、あんまり褒められる人生送ってきたことないっていうのもあったり、人に慕われるみたいなことがなかったんで、いつもねどうしてもこのさすがさーとか言ってキャーとか来てもらっても、ちゃんとね僕も返そうと思うんですけど、たまにねものすごい恥ずかしくなる時あるんですよ自分で。あーそうなんだ。もう平たく言うならマスクの下で顔ばっかりしながら ありがとうみたいなことになってますね。まあ実はそんなこともありながら、本当にだからね、あんまり褒め慣れてないんで、いつもね、褒められると、うわーってなるんですよ。いや、そこがまた可愛くてってみんな言ってますよ。やめてー。やめてくれー。なんかね、いろんな。
だからね、個人的には、今年はちょっと僕の、もう完全に個人的な事情で申し訳ないんですけども、ウエストランドウィークエンド、アメリカで行われてる、さっきちょっとちらっと紹介したんですけど、イベントに、行くんだっていう夢がありまして、それにちょっと、私生活というか、お金とか貯めたりとかしてるんで、イベントとか全然参加できなく、チェーンソーとかも行きたかったんですけど、今回は、次回があればまた参加したいですってことで、なんですけども、なんかね、それ乗り越えちゃえば、全然関西とか遊びに行って、みんなと飲みに行ったりとかしたいんで、その時にはまたみんなと遊べればなと思ってます。まあ、せっかくなんで、ね、なんかそういうタイミングで僕も、ね、祝いの何かできたらとは思ってはいるんですけど、でも本当にね、本場マットの世界をね、ちょっと行ってほしいと思うので、実は今回チェーンサーバーに里見さん呼ぼうかなっていうのも話もちょっとあったんですけど、まあ、里見さんの思いが、今ちょっとどうしてもやっぱり、ね、本場の方のマットサーバー、マットサーバーじゃねえよ、マットマックスを感じたいということを思いを受け取ったので、ぜひとも、まあ、そちらで頑張っていただきたいなって僕も思いますので、はい、すいません、ありがとうございます。はい、ちょっとコメントの返信というか、だいぶ前に遡ってしまうんですけど、里見さん、実は可愛い説。ねえ、逆にちょっと僕もまあ、正直、ね、笹子の世を忍ぶ仮の姿っていうネタじゃねえよ、まあ、ね、先生。世を忍ぶ仮の姿の話があるじゃないですか。で、それで、笹子さんの素顔といいますか、世を忍ぶ仮の姿って、全然イメージと違いましたって言われるんです。僕も結構言われてまして。で、ね、笹子さんと共通の話題ですね。はい、そうです で、意外と声高いとかね、里見さんも多分言われてると思うんですけど。ああ、確かに確かに。写真で見てたけど、もっとどす黒い声を出せはる方やと思ってたんで、僕も結構言われるんですよ。だからそういうちょっと里見さんと共通の話題を実はしたかったんですけどね、いや本当に、いや、ね、実際その笹子くんの世を忍ぶ仮の顔はもう本当可愛いっすね。やめて。何これ何これ可愛い言い換え会ですか。だから本当にみんな写真っていうか、みんな普段どんなイメージで僕らを思っついたで見てるのかっていうのがすごくちょっと気になるところだった。面白かったのが、僕、まあ、実はちょっと いろいろと、笹子さんってもっとこんな人やと思ったとか、笹子さん、普段はこうこうこうって言われてるっていう文章がものすごいのが結構あるんですよ。ちょっとそれが面白かったので紹介するんですけど、まず、初めて言われたのが、笹子さんって写真のイメージですごく怖くて近づけなかったですけどフォローしますってツイッターで来たっていうのが一回あったんですよ。普段はめっちゃ喋って、ツイッターでよく喋ってたのに、普段実際見たらめっちゃ怖くて話しかけられなかったんで、ツイッターでお疲れ様って今来ましたみたいなことを言われたんですね。いや言ってくれよみたいな。普段からもっと絡んでいいのよみたいなことあったりとかっていうのが一回あったのと、で、あと本当一番衝撃的やったのは、笹子さんって普段からもっとガタイ良くて、で、生肉食ってグヘヘヘって言ってはる人やと思ったって、これ文章そのままちゃんと言われた方に、とある方に言われたんですけど、僕ってそんなマットな人なんですかね。いや、キャラクターとして見ていただいててるってことなんじゃないですかね。ありがとうございます。多分ありがたいことですよね。ちなみにどうですか、なんかそんな感じのこと言われたことあります？いやもうほんとまんまそんなようなことばっかり言われてますよ。いやもっと低い声だな、話せばよかったね。そうだな、我々はもっと低い声のキャラクターと思われているような。今更感半端ないですけど。でね、もうほんとに何やかや喋ってたら結構な時間いきましたね。あ、そうですね。もう予定よりもあとまあはい数分でございますね。もうあとはチェンサバの締めの言葉を言って、もうちょっとチェンサバラジオとしては終わりにしたいと思います。本当に皆さん、はい、最初からお付き合いいただいた方もありと思います。ちょこちょこね、コメントの起こし方も本当に皆さんありがとうございます。いや本当に皆さんありがとうございました。僕もちょっと笹子さんと一緒にツイキャスできてすごく嬉しかったです。ありがとうございます。本当にまた何かの機会だったらね、チェンサバラジオ以外でもツイキャスでこれからもちょこちょこそういった話も、ね、していきたいなと思ってますので、とりあえず本当に皆さんご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい。
というわけで改めまして、サトミとサスゴでお送りしてきました。こちらのラジオはサスゴとサトミのチェーンサバチェーンサバラジオあの一回も合わないありがとうございました。申し訳ないです。申し訳ない。ありがとうございました。バイバーイバイバーイ。お疲れ様です。